チャンネル、ライトンです。ママトンです。今日はベイブレードの紹介です。イエーイ、イエーイ今日買ってきたのは新ロンギヌス。じゃじゃーん、新ロンギヌスということでこちら買ってきました。これはブラッディロンギヌス 13JL ということで、これね、発売日に買ってきました。開けてみます。イエーイ、はーい、お願いします。こちら開封しました。じゃあシールを貼って組み立てましょう。レイヤーが破滅の槍ロンギヌスモチーフ、槍型の4枚刃にメタルドラゴンが融合することで重みのある強力なアッパー攻撃を与える左回転アタックタイプの超絶レイヤー。ディスクの方は13フレーム対応、フレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、左回転時にダウンフォースを発生させてスタジアムに強力に食いつくディスク。ドライバーはジョルト、左回転時にスタジアムに食い込む方向にねじれたラバー軸と、前後が低いことによって相手を突き上げるように暴れるアタック系ドライバー。超絶アビリティドラゴンスクリーム、強力なアッパー攻撃で吹き飛ばす左回転アッパー攻撃。じゃあ回してみましょうか。3、2、1、おーすごい、あ、めっちゃ元気多分あともう少しで多分弱っちゃう。ちょっと弱いかな、力がね。結構弱い。結構弱かった。でも立つときないよで立ちましたはい、じゃあということで、はい、ウィニングバリキリーと戦ってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょうか。弱いからね、これね、結構ね、こっち弱いから弱いから、こっち弱いから3、2、1、ゴー。左回転対右回転、惜しかった惜しかった。パワーのあれだね。3、2、1、ゴー。跳ねてる跳ねてる、すごいな、めってる。キヤーキヤーキヤー、おー、新しい方勝ちました。ダンシングウェイ、ダンシングウェイ、ダンシングウェイ、ダンシングウェイ。スレートンワーシュ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 ー、お尻プリプリ。スリーツーワンゴーシュー。ということでね、右回転とのバトルいろいろやったんですけど、いや勝ったり負けたりね、あんまりこう超強いっていう印象ではないので、やっぱりこれ改造したいなと思いましたね。いろいろこのパーツがね変えられるので、ちょっといろいろ研究していきたいと思います。はい、はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録して、バイバイ。はい、Hey, bro, don't you look at that? I said, my friend, what you looking at?